こんにちは。こんにちは。さあ、新元号。はい。令和ということで発表がありました。意外だったね。令和。全く、まあ、考えもしてなかったけど、はい、令和っていうのは、まあ、そうなんだっていう。いや、もう本当に受け入れるしかないな。はい、まあ、そうだね。その次の日の、はい、令和に、4月1日だったじゃないですか。はい、4月2日の新聞のですね、はい、もう一面、早速絶対どこか出すと思ったんですけど、うん、スポーツ報知さんが、うん、令和の怪物大船渡佐々木でも出してました。早速もうこれはもうメジャーのスカウトもバンバン来ましたもん。そうだったっすね。いやこれね、プロのスカウトが聞いたのね、はい、で佐々木ってどうなんだって聞いたら、はい、あいつはいいって言ってた、ね、あー本当っすか。あいつ、やっぱりそうなんですか。具体的に何がいいとかっていうのはあったんですか。いやもうピッチャーらしいピッチャーだし、うん、そのピッチャーとしての資質が、はい、まあ、溢れてると、まあ、身長にしたのもそうだし、はい、手足の長さ、はい、まあ、まあそういったことも含めて、まあ、投げてるボールもね、もちろんだけど、まあ、これはもう一級品っていうのは間違いない。おお、争奪戦だよ。大谷超えみたいなのも結構ありましたもん。大谷はピッチャーとしての完成度が低かったよね。うん、まあまあまあ大谷も素質がすごく溢れてるんだけど、どっちもどっちだって、どっちもどっちなんだけど、人より平均点が高いからできたけど、はい、だからピッチャーとしての完成度って言えば佐々木の方が完成度が高いかも。あ、まあ、確かに大谷もすごいよ。すごいけどスピードで抑えてただけで、はい、なんていうのかな、まあ、江川さんが言ってたのが、はい、バッターありきのピッチャーだっつってたよね。おお、はいはいはい、こういう表現をしてた、はいはいはい、ピッチャーありきのバッターでは、はい、佐々木っていうのはピッチャーの中のピッチャーだっていう、なるほど、表現でいいと思う。ああ、まあ、今も出ましたけども江川さんといえばもう昭和の怪物じゃないですか、はい、で平成の怪物といえば松坂大輔選手ですよ。まあその中には大谷だとか、はい、ダルビッシュだとか、はい、まあいろいろいるんだろうけども、はい、でもまあ怪物というふうな称号を得たのは松坂だよね。そうですね。もちろん甲子園でも優勝してるし、98年ですね。でも確かに松坂もすごかったよ。いやー、だって決勝でノーヒットノーランやったら、いやーもうすごすぎっすよ。すごすぎっすよ。いや、だけど江川さんはやばいこれはね点取れる気がしなかったもん。あー、実はね、見てて、俺も中学3年の時か、見ててなんてすごいんだと思ったもん。平均甲子園で18から20の間じゃない、三振すごいよ。お前27アウトの時も20個か7個しか飛んでないんだ前に。すごいっすねそれは。すごいだろ。それはやばいっすね。だから外野に飛ぶなんていうのは考えられないんだから。で松坂、はい、だから俺はそれを知ってたから松坂、まあ、怪物は確かに決勝でノーヒットノーランなんですよ、はい、まあ、怪物の一人ではあるけども、ちょっと江川さんとは質が違うなっていう。あ、で令和の怪物佐々木、はい、これがやっぱ甲子園出てきてほしいな。なるほど、そうですね。やっぱり甲子園で見たいっすよね。あのね、大舞台でああいう大きな舞台でどのぐらいのピッチングを見せてくれるのか、うん、これって大事なことだと思う。あ、ここでひるむようだとさ、全くもって問題になってくるけど、はい、ここでバシバシいくんだったらさ、あのすごいと思う。うん、ただ今のバッター連中もやっぱ技術上がってるな。速いボールついてくるもん。確かにパワーも絶対昔よりありますもん。昔よりっていうかこのパワーの体でかいし、はい、エアーさんの時ってバッティングマシンってあるじゃん、はい、今だったら何キロでも投げられるじゃん。160キロ、はい、170キロとか投げれるじゃん、はい、で練習できるじゃんか、うん、エアーさんが一番速かったと思う。バッティングマシンとか比べの中でそういうことですね。生きるマシンだよ。異次元のボールだったと思う。初代 AI みたいな感じ。そうだよ。本当にでもそれに匹敵するようななんか佐々木くんを見てみたいね。いやー、甲子園みたいですね。確かに夏、石川くんも、はい、ね、その中の一人で。そうですね。そうですね、うん、令和の怪物は誰だみたいな感じの方がいいですね。あ、そうだな、そうだな、石川もそうだし、はい、あの星稜の奥川君もそうだし、はい、だからその平成の称号を誰が受け継ぐのか、はい、ね、楽しみにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。